はい、もうすでにコールがかかってますね。台湾研究フォーラム代表、永山秀樹さんです。よろしくお願いします。皆様こんにちは、永山秀樹と申します。今ご紹介いただきましたように、今その台湾と日本との交流活動を行っているんですが、先日この、田母神さんが、祖先に出られるかもしれないというそういった段階の時に、この早速シナは中国はですね、あの中国にとって田母神俊夫さんは、まあ、この、まあ、右翼というんですね、右翼の象徴、右翼って何かというと、中国にはっきりノーを言えるその強い日本を、この象徴する、そういった意味なんですね。それで当然日本が弱くなればいいんだと思っている国は田母神俊夫さんが嫌いなわけなんです。そこでじゃあ他のアジアの国はどうかと思いまして、このインターネットで、世論調査の真似事をちょっとやってみたんですね。あの台湾の人々にこの、これこれこういう、中国から嫌われる田母神俊夫さんという方、今度都知事選に出るかもしれないけど台湾の皆さんの考えはどうですかと聞きましたら、ここに書き込みがあるんですけども、この支持っていうことはずらっと並びました。あの向こうでも支持は支持って言うんですけども、でこういう言葉もありました。やはりこのアジアと平和と安定尽くしてくれるんだったら台湾は歓迎すると、強い日本があれば台湾も強くなる。当然中国の脅威にされているアジアの国々、特に台湾ですね、やっぱりこのように見えるんだなと思うわけなんです。このアジアの国々は目の前に中国というこの巨人、凶暴な乱暴な巨人がの前でですね、やはり日本というもう一つの、まあ、大国、自由主義陣営のこの大国としてですね、日本にが強ければみんな安心するんですよね。強いっていうのは軍備だけではなくて、やっぱりそう強い意志であるとか、中国に強くしないであるとか、そういった迫力、気概ですね、そういったものにやはりこの当然アジアの国には期待を寄せるんだなということがよく分かりました。そしてこの田母神俊夫さんのことを紹介したら、台湾の人々は今言ったような、非常に好意的な期待してる期待感を表明してくれたわけなんです。ですから僕は実は東京都民じゃありません、埼玉県民ですが、やはり日本国民の一人としてやっぱり東京都知事選、この東京都政というものに関心があります。なぜかといえばここは首都ですから、東京が健全であり力強ければこういった力、この活力というものは東京都から、この首都からどんどん日本全国に広がっていくんですね。そして今お話ししましたように海を越えてこういった、この明るさ、そういったものがアジアにも届いてきていることかと思うんです。ですから全国国民もやはりこの誰が東京都、この日本の首都、私たちの国の首都である東京都、健全なものに変わっていくかというのはやっぱり期待をしなければなりません。でそう考えるときにやはり田母神俊夫さんしかいらっしゃらないんじゃないかなと思うわけです。で昨日の産経新聞の社説を読みました。ちなみにこのタイトルは都知事選について、脱原発だけに流されるなというタイトルですね。こう書かれています。6年後の五輪開催へ山積する課題を解決し、巨大組織を動かす力が新知事には求められる。これは言うまでもなく田母神さん的にではないでしょうか。リーダーのリーダー中のリーダーと言われてきた田母神俊夫さんが一番的にじゃありませんか。誰とは言いませんが、日本の政治家を見てください。こういった迫力、実力、経験のある機関の、あるいはこの巨大組織をきちんと責任を持って引っ張っていけるような政治家っていうのは政界を見てもなかなかいらっしゃらないんですよね。田母神俊夫さんほど適任の方っていらっしゃらないんじゃないですか。それはもしかしたらこの産経新聞は田母神俊夫さんを応援してんじゃないかと疑ってしまったことです。さらにこういう項目書かれています。首都直下地震に備える防災都市づくりも急がれる。候補者らは都民の安全と首都の将来を着実に描くための政策論争を展開してほしい。既に田母神俊夫さんはこのような政策を一生懸命訴えていらっしゃる。
っしゃいますけれども他の方々はどうなんでしょうか。これからおそらく訴えるかもしれません。しかしどれだけの話ができるんでしょうか。例えば脱原発の問題、この東京都知事選、我が国の首都であるこの東京のリーダーを選ぶこの選挙で、この選挙を脱原発の宣伝の場にと宣伝利用なんてさせてほしくないわけですよね。本気でね、首都直下型地震に見舞われるかもしれないというこの東京でですね、そんな遊びのような選挙あるいは都政やられては困るわけなんですよね。今私たちが求めているのはこの東京都政がどうやって一人でも多くの命を救うか、防災減災、これを一日でも早く有効な形で今まで以上に取り組んでくれなければいけないわけなんです。政界を見てそういったことを真剣にやれる方はどれだけいるのか。玉上俊夫先生ほど責任の方は何人いるかというと僕はよく分かりません。とにかく我が国の平和と安全を守ってきた航空自衛隊、世界に冠たる世界から称賛を受ける航空自衛隊というものがあります。この5万人組織をトップとして束ね率いてきた玉上俊夫さんにこそこの首都直下型地震に見舞われるかもしれないこの東京の都政を任せる以外にないんじゃありませんか。それからもう一つ、このオリンピックパラリンピック6年後に控えております。これを開催することによりましておそらく日本は非常に活気づき誇りも高まり、また世界からの信頼も、勝ち得ることができるんだと思いますけれども、まずこのオリンピック・パラリンピックを開催する前提として東京都が活気あふれる自治体になってなければならないわけであります。その時この東京都を活気ある誇りあるたくましいそういったものにするにはたくましい健全なリーダーが必要なんです。そういった視点でやっぱり私たちはリーダーをどの方がいいかを考えるべきではないでしょうか。皆さんいろんなこのリーダーの候補がいらっしゃるようですが、一人一人の顔を思い浮かべてください。本当にこの人によって東京は元気になるのか、健全なる精神は健全なる都政がもたらすんです。健全なる都政は健全なるリーダーがもたらすんです。健全なるリーダーは誰がいいか絞られてくるんじゃありませんか。誰が一番いいかはっきり申し上げますが、私は東日本大震災の被災地における自衛隊の方々のメッシ方向の自分を忘れ一人でも多くの 人々を救うぞというそういった救援復興の働きを見て涙が出るほど感動しました。自衛隊は本当に素晴らしい組織なんです。そういった自衛隊のトップに立たれていた玉上俊夫さんを僕はやはりこの日本の首都東京を変える人々都民に感動を与える、あるいは世界の人々にまで感動を及ぼすそういった東京都を作るにはやはり玉上俊夫さんしかいらっしゃらないと何度も何度も訴えて言えません。どうもありがとうございました。